こんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ右打ちの投手、フォームは青葉、好きな球団は青いから手汗ボールマリンボールを狙ってロッテでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星127、球速最低値が痛いが、なんと高速シンカー持っている。で、新しい球種と宝箱ですね。 OK。 これね、今回青い狙えるんで、折り辺の素材ね、めちゃくちゃありがたいですね。さあ、なんだ、スタミナ、うーん、微妙い、それは微妙い、それはラッキー、マジ。オッケーオッケー、ナイス。そのシャッフルはラッキーパンチだったな。で、このまま終わりますか。あーっと、やったわ、このキャラやったわ。さあ、取れるところは取っていくぜ、球速は絶対に取っていくぜ。こんなもんかな。いや、ステージで、ま、球速全然上がってないけど、変化量がね、3、2、そして BC ですね、コンスタ。クソ、上がってる。どうしよう。どうしようかな。これ次第だな。はい。おーし、ナイス。取って、球速いきてよ。おわっと、輝かせる。これね、まずやる気取るじゃん。で、どうしよう。シャッフルが正しかったような気もする。赤2つになっちゃうよね、踏むのね。回復して強っ。ドン。2段階いく、強っ。いや、おとなしく、こっちから行こうかな。いや、ヒーリングさん。ヒーリングさん、いいんですか？え、もうこれ、普通に強くね。球速143がまだまだだけど、AB の43台、強いぜ。やるね。あ、さすがに変化球は出てこない。わあ、そのハテナマス同士、人気者。まあ、ローキ君は人気者認めよう。ただ、プロ野球選手、みんな人気者。なんだよな、この特殊能力な。マジで謎。コント。いや、終わるか。ちょっと旨味が少ないね、このステージ。青マスが、ちょっと位置的にも悪いし、シャッフルしてね、ちょっと怖いのもあるんで。やめてあげて、まだ生きてる。球が遅くても、ま、アンダーっていうよりかは、サイドスロー寄りのピッチャーで、うん、いい感じに、まだまだ投げれるんじゃないでしょうか。変化球が欲しいぜ。やめてー。これは、俺はこっち、あ、落とした。いやー、回復量が2。そう、回復じゃねえし、ナイスヒーリング。神、神、コントロール以外。ナイス。150いったー。ナイスー。いやー、でも伸びてないな。序盤の伸びだけだな。回復が引けねえと。終わっちゃうぜ。はい。第二変化か。あー、この辺めっちゃいいの多いね。はい。ナイスー。まだまだ、まだまだ遊べるドン。偉人で。回復、力配分。緩急。力配分ってなんだ、力配分って。ナイス、球速、最高。で、回復して、いい回復量。で、まあ、野球マンもね、ショートロック超え。野球マンもね、まだ温存できてるから。あー、これ待って。これさ、ワンチャン、シャッフルで、呼べるんじゃね？変化球を。やっちゃっていいっすか？やっちゃえ！ドン。いや、呼んだのは選手ですね。オッケー。あ、石川さんおるな。力配分の石川さん。ただもう力配分持ってますから。なんも怖くねえよ。なんも怖くねえよ。力配分入れてみろ。切れ。切れた。俺が切れるぜ。1、2、3、4、5。おしまいかな。
568。コロヤくんです。いや、ハテナ行く？これ回復したところで何もできないからね。うん、これ行く必要ないかな。基本能力もらえたらラッキーぐらいだけど。はい、ここは無駄なじゃんけんはしない。なんと、変化球。後半全く取れず、いかがだったでしょうか。まあ、それでもね、いい選手にはなったんで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。星568から、コロヤくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。ステージ序盤の伸びはどこへ。ステージ3、4とかなり失速したんですが、ステージ5で挽回しました。果たしてこの子がどれだけ頑張ってくれるか期待して、オートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 2.17。思ったよりもこの能力で伸びませんでした。力配分が原因だったんでしょうか。で、今回は9勝10敗とあまりここも成績としては伸ばせず、まあ、ロッテだったんで打線援護もなく、まあ、最下位だったというのもあるんですが、5完封5完投と、まあ、完投できれば完封できたというそんな感じですかね。さすがスタミナで、クオリティスタート 83% のハイクオリティスタート落としてるね。 58%。 うーん、クオリティスタート83だったらばね、もうちょい勝ってあげてもね、2桁勝利いかせてほしかったですね。残念。あとは脱三振が165と、率も 8.74 とね、花よということで、うん、あまりいい数字ではありませんでした。なんだろう、やはり力配分が原因ですか。青赤徳、かっこ赤徳よりというね、特殊能力。ということで、後の数字はこんな感じで、KBB が 4.58。ということで、今回のコロヤくん、星査定通りの活躍とはいかず、取ったタイトルは新人王のみでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。